防衛省沖縄県との協議打ち切り辺野古移設で30日に木原防衛大臣が記者会見にて辺野古移設工事に関する沖縄県との協議を28日に打ち切ったことについて迅速かつ丁寧に対応してきた協議は十分に行われた普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するため自然環境や住民の生活環境に 十分配慮ししなながら工事を着実に進めるなどと説明されました政府は20日に放格工事に着手しておりましたが、まあ、こちら残念ながら沖縄県沖縄県庁はなつもの自治体に落ちぶれてしまっており実情、極左暴力集団とともに辺野古移設などを妨害し最高裁が認定する形で違法行為も 連発してしまっておりますまあ、このような謎物と協議をしても成果は得られず必要とされているのは話し合いよりも法の支配、法の執行だと思われますまあ、ただ辺野古移設に関しては工事のペースが遅いとの指摘も出始めておりますので政府には一日も早く普天間飛行場の辺野古移設が 実現できるように努力していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。